すごいなあ、これだいたい毛をむしってですね、えー、台所にやってきましたこれから羽は食べないんでね羽を取って頭を落として、えー、そうですね肉をまあ、それなりに、えー、解体してちょっと冷蔵庫で保存して えー、夜のディナーにいただきたいなと思いますうなるべくきれいにね切ってあげたいですねえー、ちょっと待ってえー、ちょっと待って待って待って何からいく何からいく <laughs> はあおドキドキするまあでもね途中までいけばもううわ血が出てきた。 ちょっと待て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 待待ててどうやったら羽取れるんだはあ血が出てるホラーでしょ軽くホラーですよちょっとね申し訳ないね綺麗に歌歌い言ってる場合じゃない 綺麗に取ってあげなきゃい,ないどうやって、どうやって剥がすんだろう まあ、肉になりましたねチキンですうん血は抜いた方がいいのかないやいやまずさばこさばいてからにしようどうやってさばくもんなのこれ 内臓を壊しちゃわない方がいいよねきれいにね全部食べてあげるからね失敗は許されい いいいたただきます、うん、歯ごえがいいうーんちょっとねあの、まあ、全然臭くないんですけど、まあ、ちょっと野生で味もちょっと怖いなと思ったんで <laughs> ビビってちょっと味付け濃くしました。えー、味噌と にんにくを少しつけてますね。ここは足の部分ですから、うん。すごい筋肉質な感じ。でもね、硬すぎない。筋張ってない。美味しいですよ。ついに、焼けたんじゃないでしょうか。心臓だと思うんですけどね、こんなちっちゃいかな。 おそらくね、初、内臓、いってみます。うまっすごい、いい香り出した感じ。うん、柔らかくて、レバーともまたちょっと違う。 うーん逆に臭みどころか噛んだらなんかほわっとねいい香りがしたような感じしましたね心臓。嬉しいな 皮がねパリッパリに硬くなってるな、うん、いよいよ最後の肉ですこれはねラスボスですね <laughs> うん知識がないせいでこれが何の部位なのかよくわかんないですあの光沢を放っていた 内臓ですねうーんー何なんだろう焼いてみましたがまあ食べれないことはないでしょうこわえ表面のね 皮だけ食べましたけどうまいそれはうまい怖いのねこの中身何なんだろうんあーいわゆる砂肝的なやつかな それに近い味わいがあるなうか,かっんうわなんだこれあかん砂だえ ラスボスを食べたらですね衝撃的な事実が分かりました、うん、なんとあの山鳥がこの山鳥が死んだ理由が分かりましたね見てください これね、砂なんですよ、砂。砂利。砂と砂利を食べてる、パンパンに。胃がパンパンになるぐらい。もうね、パッツパツになって固まっちゃうぐらい。砂とね、砂利。食べてますね、これ。 それで死んだんだなぁ。うわ。中をね、噛んで食べた時に砂利が口の中にバッってこう入ったんですよ。で、もうペッって吐き出したらもう、それこそ砂利ですよね。砂利と土みたいのがこう出てきて。あー、餌がなかったんかなぁ。山に。うーん。 なんんでで砂を食べたんでしょうね謎さすがにね自分が食べれるものを食べれないものとか食べれるものを食べれないもの分かりそうなもんですけどね砂を食べて死んだいやー謎も謎ですよ怪現象でもね まあ、あの食べれるところは全部いただきましたしまあちょっと骨とかねあのそういった部分とかは本当はだしにしてスープとかにしたらよかったんでしょうけどね、えー、それはちょっと <laughs> 余裕きあの考えに余裕がなくてですねその柄みたいな部分は捨てちゃったんでもうちょっともったいなかったですね,ね最大限生かしてあげたかったんですけどでも野生をいただくということで、えー、非常に 貴重な経験をさせていたた。だきました、うん、肉を食べるうーん、うん、あの食べ物まあ肉に限らずですけどね本当にありがたく感謝してやっぱりいろいろこう加工の工程を経て、まあ、パックさ,されてたり、えー、しているとなかなか実感がないっていうのがありますけどね野生に生えてる木の実もそうですしフルーツもそうですし、まあ、肉とかもそうですけどね えーまあ、そういったものをやっぱりこう取って食べるっていうことによって本当にありがたみが増しますね。感謝しますとかありがたみとか、えー、いただきますっていう言葉ありますけどね、まあ、本当に単なる言葉を発するではなくて実感を持ってねあったかい気持ちでそれをこれから言えるのが、えー、本当に大きい経験になりましした感謝まますごちそうさまでした。